ういっす。どうも、インナライスでーす。はい、告知してた通り、ペルソナ5ロイヤル、クリスマス、ついにやっていきたと思います。来たね、ここまで。長かった。まあ、もちろん2週目もね、楽しく終わるんだけど、やっぱり大半は一度はクリアしたストーリーの流れだからさ、ここを楽しみにやってきたところがあるからね。まあ、正確に言うと、ここと、あと、修羅場イベントだね。修羅場イベント一歩手前という感じで。はい。まあじゃあ画面は見えてないと思うんで、ちょっと割と言葉数多めな感じで始めていきたいと思います。そう、ちょうどね、まあ、闘精神倒して、で渋谷でみんなで別れて、一人なんてね。で、ここでサエさんが、インナー、いないもんに話しかけると。まあ、ここはもう割愛するけど、ここも普通にいいシーンだからね。で、自首しろって言ってきてるところだね。で、明智が乱入してきて、いや、俺が自首するみたいな。この明智もね、でも、マルキ先生が作り出した世界の産物って考えるとすごく悲しいよね。まあ結果としてマルキ先生のパレスやった後も明智はなんか生存フラグが立ってたから少しあれかもしんないけど、はい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 、できましたね。本筋の話はちょっと一旦置いといて、こっからデートタイムになりますね。こっから多分あれかメールの嵐が来るんだな。まずはアンちゃんからだね。さっきは言えなかったんだけど、二人っきりで会えないかな、みんなに内緒で。みんなで内緒にね。よかったらどっかで夕食食べて、その後あなたの部屋に行かない？もう完全に何と言わないけどやるつもりじゃん。他にもメールが届いてるようだ。双葉、宗次郎に連絡して大丈夫そうだったぞ。だから提案だ、一緒にクリスマスイブを過ごそう。ケーキとローストチキン食べてお前の部屋に行きたい。双葉はちょっと普通に楽しみなんだよね。さすがにさ、クリスマスイブでさ、二人でルブランで過ごしてたら、もう、いくらなんでも宗次郎にバレるの必須だから、そこんとこちょっとどうなんだろうねっていう。で、次が春。春もね、前はずっとほっといちゃったけど、前回の配信でやっとね、10いけたからね。こういう状況だから、ゆうか迷ったけど、一緒にクリスマスイブ過ごしたいな。ちょっと街をぶらついてからあなたに会いにも行けないかしら。で、あ、誠ちゃんの前にひふみちゃんなんだ。なんかこれあれかな、アルファベット順とかあったりすんのかな、あいうえお順。教会は賑わっています。おそらく祝日のせいでしょう。しかし、日本だと、日本というか、カップルが一緒に時間を過ごす夜でもあるのですよね。これもなんか前の配信で言った気がするけど、クリスマスイブってさ、なんか国によって過ごし方が違くてさ、俺が育ったアメリカとかだと、クリスマスイブは特に何の意味もないんだよね。ただクリスマスの前の日ってだけで、まあ、子供がプレゼントを楽しみにしながら床に着くみたいな感じで、実際意味があるのはクリスマス25日の方でさ、でその時もあれなんだよね、恋人っていうよりかは家族で過ごす日みたいな感じだから、ちょっと違うんだよね勝手が。ちょっと一旦将棋から将棋は休んであなたと時間を過ごしたいです。で次はまあここで誠ちゃんか。いや、こういう状況だからこういう気持ちは抑えた方がいいのかもしれないけど、クリスマスイブだからあなたと一緒に過ごしたい。ちょっと街をぶらついてからあなたの部屋に行けないかしら。もうみんな俺の部屋に来たがるじゃん。もうなんかもうどことこじゃなくてさ、もう俺の部屋に来たいってもうそういうことじゃん。あ、ちはやさん、恋愛の運勢を占ったんです。そしたらあなたのスイートハート、まあ、あのダーリンみたいな感じだねと時間を過ごして、仲を深めなさいと出ました。大丈夫ですかね、それともお忙しいですか。学校の仕事終わったわ。あ、こんなクリスマスイブも仕事してんだ、お疲れ様だな。よかったらクリスマスイブ一緒に過ごさない？別に無理ならあれだけど。ああ、ちょっと
あれだな、大人連中は若干控えめだね。別に無理だったらあれみたいな感じだけど、やっぱちょっと浮気バレてんじゃねえの大人連中には。たくみさん、医療業界で働いてるとクリスマスって特に何の意味もないのよね。まあでもあなただったらカップルとして何かしたいでしょって思ってるだろうし、あなたが良ければクリスマスブー一緒に過ごす、うん、ちょっと控えめなんだよな聞き方が。ああ親さんもか、最近忙しかったね。ちょっと休んじゃおうかな。一緒になんかしようよ。そうだな、お茶でも飲んであなたんちに行く。ああ親さんは結構割と直球できたな。なるほど。ちょっと大人連中がね、後ろの方に追いやられてて、回答団メンバーが優先されてるのか。誰から行こうかな。すごく悩ましい。前、高野菜とかはさ、もう出てきた順番になったけどさ、一番楽しみにしてるのかさ、俺双葉だからさ、なんかちょっと取っときたい感もあるよね。で、なんか大家さんは、まあ別に興味がないわけではないけど、この中だとちょっと劣るかなって感じで、大家さん取りにするの少しあれかなって気がするんで、ちょっと双葉は最後にしたいかな。ああ、じゃあ分かった。じゃあ、攻略順に行こう。そうしよう。うん、攻略順だな。あんちゃん、いや、これはこれでめんどくせえな。めんどくせえけど、とりあえず、双葉春が、ワンツーフィニッシュだった。でその後にあんちゃん、千早さん、あ違う、あんちゃん、たけみさん、千早さん、川上、ひふみちゃん、大家さん、双葉春だ。よし、この順番でいこう。攻略順はいいでしょう。よし、じゃあまずあんちゃんから。いいよ、やった。待ち合わせ場所に行こう。確かここね、フルボイスだからね。ちょっとまあ、俺は基本的に反応に徹します。周りくどくなっちゃってごめんね。我慢しようかと思ったけど。まあ、やっぱ会いたくて。我慢すると言っても。まあ、わかるな。誠ちゃんの時は別にスッと入ってきたもの。今回ちょっと女9人いるから少しあれだけど。会えてよかったよ。まあ、優しい聞き方をしたからね。他のみんなには言わなくていいのかな？かな？うん、内緒。ああ。まだちょっと恥ずかしいしね。まだちょっと恥ずかしい。俺は恥ずかしい以外にもちゃんと理由があるんだけどね。それじゃ、早速ご飯食べよ。いろいろあったせいか、お腹減りまくりでさ。いろいろどころじゃないんだよな。いろいろありすぎたんだよ。お腹減るのわかるわ。じゃあ行こっか。はーい。お、そうだ。あ？手つないどく？ああかわよ。手つなぐ？だって。ああなんか誠ちゃんの時も手つないだ気がするな。あーめっちゃかわいい。しくじったー。前も言ったけど本当に彼女ブーストかかりすぎなんだよね。あんちゃんとあと双葉。この二人はなんかもう本当にかわよい。まさか全部満席なんて。ああクリスマスイブ恐るべしだわ。いろいろ満席なのは誠ちゃんと同じパターンなんだな。大体みんななんかどっかで、ああでもどうだろう、たけみさんとあれだな、大人連中はあれだったな、わざわざ街に繰り出そうみたいなこと言ってなかったから、ちょっとパターン違ったりすんのかな。これはしくじったね。お腹すいたよ。ま、案がいればいいさ。このタイミングでそれ言う？まあ嬉しいけどさ。口説き方がなんか独特なんだよな、いないもんは。気を取り直して、ご飯はなくてもケーキがあればいいね。ああケーキもこれもあれだな、誠ちゃんと同じケーキ買うんだろうな。ってわけで早速行ってみよう。なんかケーキもない予感。すみません、クリスマスケーキってまだありますか？こういう客嫌だよね、言っちゃなんだけど、明らかにさ、何も商品並んでないのにさ、聞いてくる客。はい、ございますよ。まあ、この場合はいいけどさ、あるらしいから。はあ、やっぱりございますか。え？ちょうど先ほど予約のキャンセルが出まして、ラスト1個残ってます。まあ、こういうキャンセルが残る場合があるから、まあ、聞くのも、まあ、至極当然なことではあるのかな。え？それなら。はい、かしこまりました。ご用意いたしますので少々お待ちください。ビス
すごい。これ現実？ドッキリとかじゃないよね。別にそんなに驚くことじゃないだろう。嬉しくないのか？ごめん、嬉しすぎて理解追いつかなかった。ケーキぐらいでな。とにかくケーキ食べれるんだよね。やった、早く帰ろう。ああまあまあ、でもあんちゃんはあれか、甘党だもんね。他の子と比べても。おいしい。そんなにか。最高だねこのケーキ。これ今インナーの部屋に戻ってるね。これが偶然買えちゃうなんて、本当感謝しなきゃ。インナーの部屋ってさ、このソファーの後ろにさ、テイクヤーハート、あの怪盗団のシンボルのポスターみたいなのが貼ったってさ、これを見て何とも思わないのかな。他の人に申し訳ないと思わないのかな、インナーは。誰に礼を言えばいいの？ん？なんだろう、クリスマスに？クリスマスに？あ、そうだ、クリスマスといえば。ああ、なんかくれる？お、すっと漁ってくれた。あ、渡してくれた。イヤマフ、耳当てか、日本語だと。じゃーん、クリスマスプレゼント。確か、まことちゃんだけをリストウォッチ、腕時計だった気がする。この前買い物の時に見つけてさ、君に似合うと思ったんだよね。そうか、いいな、耳当てするかな。こんな薄着してんだよ、クリスマスで。まだまだ寒くなりそうだしさ、どう？嬉しい？クリスマスより寒くなることってあるかな。ありがとう、アン、大事にするよ。ちょ、マジなトーンで返さないでよ。なんか照れるじゃん。ん？ああ？あ、これあれか。これも誠の時あったな。インナーがケーキがっつきすぎて鼻がなんかにクリームついてるの。アンが俺のことをじっと見つめている。生クリームついてるよ。ほら顔に。ああ、私が取るからじっとしてて。で、取ってあげて、で、あんちゃんがペロって。取れたよ。まあ、これは誠ちゃんの時もそうだったな。やだよな、これデートしてる時にさ、昔の女もそうだったわ、みたいな。なんなら昔の女じゃなくて、今の女だしね。めちゃくちゃ嫌。もしかして、君も結構浮かれてた？なんかさ、ここで言うのもあれだけど。私のこと好きになってくれてありがとう。はあ、好きになってくれてありがとう。大人、好きだよ、ずっと。うわ、ずっと一緒にいるよ。もうそれ私が言おうと思ったのに。プロポーズまがいのこと言ってる。大好きだよ。わあ、見て見て、ケーキより甘いぜ畜生がよ。さっきより強くなってない？綺麗。私今最高に幸せだよ。理想のエンディングって感じ。エンディングはまだなんだよな、もう一波乱あるんだよな。って別に終わりじゃないか。終わりじゃねえよ、まだまだあるんだよこっから。けど幸せすぎるからかな、ちょっと嘘みたいな感じ。本当だよ。まあ5秒後ぐらいに本当じゃなくなるんだけどね。全部うまくいってるし。ああ、まあまあまあ、ここはあのさ、今日は遅くなっても大丈夫なんだ。ふう。だからその、ああまあまあ、でもカッターを抱くぐらいで終わったな。はい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 、オッケーで、クリスマスになりましたと。でもそのすぐ後にさ、双葉が明智がとか言ってるけど、気まずーみんなと会うの。ああ、よしよしよし。じゃあこっからまた再び戻しますと。でね、残念ながらセーフポイントがね、こっからだいぶ先になっちゃうんで、もう一回一回ゲーム落としてやり直します。結構めんどくさいんだけどね。はいはいはい。で、みんなからメール来ましたと。よし。で、攻略順なので、次は、たけみさんだね。よし。じゃあ、たけみさん、行きましょう。ありがとう。その返事が聞きたかったわ。今日は、もう、診察室閉めるから、街のどこかで会いましょう。別に渋谷じゃなくてもいいだろうに。それこそケーキがないとかどうのこうの言ってるけどさ、普通に四軒茶屋でさ、なんかあるでしょ、スーパーとかに。
あっちの方は多分ね、品切れてないと思うけど、とりあえずパターンがめんどくさいから全部渋谷にしてんのかな。あ、すごい人。おお、私服だ。クリスマスもワンってそういう格好なんだな。とりあえず来てくれてありがとう。こういう日はやっぱり会いたかったりした？まあそうだね。まあ他にも会いたい女の子はいたんだけど、まあとりあえずこの世界線ではあんた優先するわ。まあね、好きに捉えてください。毎日会いたいですよ。素直だね。素直だね。まあまあ素直だな。別に会いたいことには変わらない。じゃあこっちも素直に喜んであげる。ああ、かわよ。それでこの後どうしようか。特に希望がないなら何か食べない？今日は実験とかしないから安心して。渋谷のこのクリスマスの時にさ、実験とかされたらちょっとね、えって感じだけど。じゃあ行こっか。ワンチャンこの関係性ならありえなくもないんだよな。ああ、そうだ。あ、これは手をつなぐパターンかな。普段はこういうことしないけど、せっかくのクリスマスだし。で、つないでもいいよ。照れとる。いい年して手つなげだけで照れとる。イブの夜ってすごいのね。ああ、でもこれ大人連中でも基本的に渋谷に行くことには変わらないんだな。なんだろう、明確にちょっと違うのは双葉とかくらいかな。まさかどこも満席なんて。双葉はあれだもんね、人混みがそもそもね、慣れたとはいえそんなに好きではないから。いや、双葉楽しみだな。なんかもう他の女とデートしてる間に言うことじゃないけど、予約取っとくべきでしたね。まだケーキ楽しめますよ。ま、あなたがいればそれで十分ですよ。言うようになったね。言うようになったね。本当にな。多分どうせ他の女にも言うことなんだろうけど。けどまずはケーキ買うんでしょ。のろけるのはその後で。見に行ってみようか。同じケーキ屋さんに行って、てかあれか、たけみさんはケーキもちょっとダメかもね。これストッキング前もそうだけど後ろの方も切れてんだな。ちょっとスケベだよね。クリスマスケーキってまだありますか？はい、ございますよ。こんな格好してて意外と普通に常識あるってのがいいよね、ギャップとして。たけみさんは、え、ちょうど先ほど予約のキャンセルがありまして、ラスト1個残ってます。まあさっきと同じパターンだな。じゃあそういうことならお願いします。かしこまりました。ご用意いたしますので少々お待ちください。でもなんかもうほぼほぼ同じパターンだな。女の子が違うってだけで。こんなことあるんだね。もうちょっとなんだろう、ある意味サプライズ。できれば他のパターンも見てみたいが、春とかに関してはさ、家がめっちゃしっかりしてんだからさ、わざわざねえ渋谷に行って人混みも揉まれて、あげくインナーのボロボロの場所で、場所っていうかボロボロの部屋で過ごす必要もないような気がするんだが。お腹減った。せかさないの。この後食べれるでしょ。二人でゆっくりね。二人でゆっくりって結構強調するな。この人結構ガツガツくるからな。別にキスしてる女は他にもいるけど、たけみさん時だけ明確に向こうからチューしてきたもんね。おいしい。うん。めっちゃ後ろに提供ハートが飾ってある。まあまあでも回答頑張りはしてるからね。たまにはこういうのもいいかも。あ、そう、回答頑張りといえばさ、あれなんだよね、ヤルダバオト戦のさ、みんなが応援してくるシーンさ、前はさ、キスナチューの人一定数しかいなかったからあれだったんだけど、ちょっと多かったんだよね。シンヤ君とかさ、ちはやさんとかさ、前いなかった人たちも来てくれてさ、ちょっと嬉しかったね。どう、君は楽しい？ああ、もちろん楽しいよ。最高、超楽しい。予想以上の反応。じゃあもっと楽しくさせてあげる。ちょっと待って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 、もっと、ああこれあれか、プレゼントがびっくりした。なんかしてくんのかと思った。マフラーくれた。プレゼント、英語でマフラーって言わないんだけどね。今英語表記でさ、マフラーって言ってたんだけどさ、基本的に英語圏だとスカーフって言ってさ、マフラーとかだとあれだね、車のあの排気ガスが出るあれがマフラーみたいな。それすらもあんま言わないんだけどね。で、基本的にアメリカ人にマフラーって言ったら、はって反応されると思う。言っとくけど手作りじゃないからね。
ただの既製品。ああ。大したものじゃないから。ああ、そっかそっか、マフラーってあれだもんね。手編みが定番だもんね。別にいいですよ、全然。大事にします。こういう時は素直なんだから。あ、鼻にクリーム。突っ込むか。たけみさんがじっと見つめてくる。たけみで合ってんのかな。お。何勝手に構えてんの。何も言わずにすって取った。クリームついてたよ。鼻につくってどういう食べ方してたの。確かにがっつきすぎだよな。あのさ、ああ君の正体については今も言及するつもりはないんだけどね。ちょっと怪盗ダンバリについて話してきたな。言及するつもりはないってさ。でも曲がりなりにもこうして一緒にいるんだもの。ほう。怪盗として人を救うことがどれだけ大変だったかぐらいはなんとなくわかるよ。まあ、たけみさんあれだもんな、あのヤルダバート星の時に生えてきた木とか赤い網とかがちゃんと見えてたから大変さは分かってるよな。本当にそれこそね、さっきの出来事だしね。マジでそうなの。まあ一応君の彼女だからね。一応君の彼女だから。くぅ。でも君がそうやって頑張ってくれたから私も自分の使命を見つけられた。はあ、はあはあ、ちょっといいなこれは。ちょっと違うね。まことちゃんもあんちゃんもさ、怪盗団のメンバーだからさ、怪盗団がどうのこうのってあんま言わなかったけど、属してない人たちはちょっとこういうこと言ってくれるんだ。本当に感謝してる。あ、なんか意外となんかまったり落ち着いた感じでいい時間過ごしてるな。さすがちょっと大人の余裕があるというか、まあ自分の件もありがとうねみたいなこと言ってる。俺は何もしてないですよ。本当素直じゃないんだから。でも君も物好きだよね。物好き。賛否はあるけど、怪盗団って世間のヒーローでしょ。うん、そうだな。そんな存在がよく私のことなんて選んだよね。まあ選んだのはあなただけじゃないんだけどね。そこはうん、まああれなんだけど、うんうん。他の人なんて考えられないよ。欲しいのはあなただけですよ。うざこいつ。他の人なんて考えられないよ。はい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 。その口のうまさどうにかならない。いやきつい。この後に修羅場どうなっちゃうの。マジでもうなんかもうどんどん墓穴掘ってくよね。なんか口をね、無口だからこそさ、余計に口を開けば開くほどやばい状況というか沼にはまっていくというか。であれ、ちょっと恐ろしいぞ。雪、さっきより強くなってるみたい。ああ、まあまあ雪を見るパターンだな。雪を眺めて雰囲気に浸るとか、らしくないな。でも、悪くないかも。たけみさんあれなのかな、なんか彼氏いたこととかあるのかな。別に美人だし、なんだっけ、大和田だっけに首にされるまでは出世コースだったし。あーでもどんな、日本だとあれなのかな、なんかキャリアが良すぎる女性だとちょっとなんだろう、彼氏作りね、みたいな、作りにくいみたいな、ちょっとあるもんね。年上としてリードするつもりが君からいろんなものもらっちゃってる。私幸せだよ。あーまあでもいいな、がいいんだな。なんかこういうのいいね。幸せすぎて嘘みたい。結構なんかすごいまったり過ごすじゃん。なんかイチャイチャイベントの時の迫り方を考えてたから、もうちょっとなんだろう、エロエロな感じになるのかなと思ったら、ものすごくまったりとしたいい時間を過ごしている。夢じゃないっすよ。そうだね、全部うまくいってる。あ、はい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 、ね、この雪じゃしばらく帰れないかも。この雪じゃ帰れないかも。だってお前別に近くに住んでんだろ。他の女の子ならまだしも。それ以上は言わなくてもわかるよね。ああ、たけみさんと二人っきりで時間を過ごした。ああ、いいイベントだったな。よきよきよき。ああ、で毎回これ明智がっていう、春とか誠ちゃんとか双葉とかさ、あんちゃんとかさ、何も思わないのかな。
昨日インナーに無視されたって多分どうせ返信してないんだろうな。きつ、かわいそう。やり直します。よし、じゃあ次は千早さんだな。よし、あ、やった。今すぐ店閉めてあなたのところに向かいますね。千早さんだったら別に新宿とかでもいいんだけどな。なんかずっと全部新宿じゃねえや、よかったです。渋谷なのはちょっとせっかくのクリスマスですから。残念だな。そうだね。あ、そっかそっか、千早さんはヨネズさんって呼んでくるのか。メリクリー。まあイブだし寒くない。優しいんですね。優しいんですね。てかそんだけ薄着してたら誰でも思うわ。この人あれか、夏も冬も同じ格好してんのか。でも大丈夫です、寒さには強い方ですから。寒さには強い。そっか、なんか喋り方的にあれなのかな、なんか東北の方とかから来てんのかな。本当はこのままおしゃれなレストランでディナーとか憧れだったんですけど。てかすっごく今更だけど、イブの約束ってさ、もうちょっと早い段階にするものなんじゃないの。なんか怪盗団のメンバーわかるのよね、インナーも。ああまだあれか、指導の件でいろいろややこしかったから一応遠慮してたのかな、みんな。実は緊張して予約できなくって。ああすみません。予約できないのはよかった。だって9回中8回無視するわけだから、その8回の世界戦では予約したのに米津さんに無視されたって感じになっちゃうもんね。だってですね、私そもそもドレスとかちゃんと持ってないですし。わかった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 。ああなんかもう結構田舎も前面に出してくるね。お、ああルブランに行こうよ、ケーキ買いに行こうよ。ルブラン行こう。ありがとうございます。ケーキあれかな、千早さんの方から言うのかな。でもせっかくですしクリスマスらしさは欲しいですよね。はい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 、はい、ケーキを買っていくのはどうでしょう。ディナーするっていう過程をすっ飛ばしてさっさとケーキ買ってルブラン行こうって。ああ忘れてました。しらじらしい、何忘れてたんだ。運気の上がる行動。運気が上がる、どうせ手をつなぐとかって言うんでしょ。どうですか。そんな具体的な運らない出てたまるかって話だけどね。まあこれはインナーも優しいから乗ってあげるでしょう。都会怖いです。ずーっと新宿で働いてるくせに何を言ってんだこの子は。歌舞伎町ほどね、東京でヤバいとこってそんなにないからね。どのお店も売り切れ続出だなんて。クリスマスって戦いだったんですね。なんだろ、店予約してるとかのともかくさ、渋谷にわざわざ行く必要あるか、クリスマスの時に。まあイルミネーションとかも多少あるかもしんないけど、まあ都会だからね、一緒にいればそれでいいさ。はい、私もです。あなたがいてくれれば他には何も。この子は結構わかりやすくテンパってくれる。ちょっとなんだろう、反応が面白いな。けどせっかくですもん、最後にもう一軒だけ見てみませんか。いいっす。さあ行きましょう。これは売り切れの層が。売り切れの層、売り切れないんだけどね。あのクリスマスケーキってありますか。毎回これさ、インナーがそんなに興味なさそうなのちょっと面白いよね。必ず女の子の方から聞いてるからさ。はい、ございますよ。ですよね。ああですよねって、っていうのはもうあれだな、あんちゃんと同じパターンだな。ちょうど先ほど予約のキャンセルが出まして、ラスト1個残ってます。このくだりはちょっと鬱陶しいな。本当ですか。毎回同じだもの。ぜひお願いします。あーでも双葉もあれかな、なんだかんだ渋谷に行ってケーキ買ってルブラ戻るっていうくだりはあるのかな。かしこまりました、ご用意いたしますので少々お待ちください。すごい、こんなことって。また運命変えちゃいましたね。こんなしょうもないことでそんなこと言うなら、あなたのおかげだよ。どういたしまして、まあ、トリックスターですしね。はい、やっぱりあなたはすごいです。すごくてかっこいいです。お、あ、インナーのことをかっこいいっていう女の子は地味に始めたかもしれんぞ。なんだろう、余裕があるねとかよく言われてたけど、そうだよな、インナーのね、このスタイルと格好と顔を見てさ、イケメンじゃないって思う人いないよね、この世の中に。あ、いえ、なんでもないですよ。ケーキ楽しみですね。
そうだね。おお、美味しいです。さすが奇跡のシティケーキは一味違いますね。ああ、まあでも一応ホールケーキで5000円とかだから、まあ高い方のケーキとあるの、あ、どうだろうこれ。ホールケーキ2切れ買っただけかな。千早さんなんかもうちょっとね、一瞬ちょっと出てたけどさ、なんか田舎方言出してほしいな。方言変ですか？うん、別に変じゃないよ。ちょっと変かな？いやー、ちょっと言いてえな、ちょっと変だって。でもちょっと傷つきそうなんだよな、ワンちゃん。全然いいよ。あ、セイヤといえば、ちょっと流された。クリスマスプレゼントです。受け取ってくれます？というかさ、インナーはさ何も用意してないのさ、どうなのよ。ああ、まあでもあれか、一方的にメッセージ送られてるだけだから、インナーから何も用意してなくてもそんなにおかしくないっちゃおかしくないのか。一応怪盗団のリーダーとして重責は重かっただろうし。今回は何だろう、何くれるの。コローン、はい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 、あれだな、ポマードだね。ポマードというか、なんか、まあ、男性用香水みたいな。実はですね、え、同じもの私も持ってるんです。お前も使っているのか。なんだ恋人として。なんかこれさ、 UI の千早さんがさちょっと自止めになってるからさ、ちょっとなんだろう、私と同じ匂いでいてくださいねみたいな、ちょっとねっとりとした感じが。つけたらお揃いの匂いだなーなんて。どうなんだろう、カップルでなんかお揃いの服とか着るけどお揃いの匂いってあるのかな。あんま考えたことなかったけど。で、私ちょっと変態っぽいですよね。すみません。あ、自覚はあるのか、変態っぽい。ちょっとクスってなってよ、可愛いな。本当ですか、引いてません。どうなんだろう、あれなんだけどね、俺も香水屋つけるんだけど、香水つけてるとさすぐ匂い分かんなくなるんだよ。だからさ、同じ香水つけたらさ、ね、別になんか何も感じなくない？なんか同じ匂いは嗅いでれば嗅いでるほど慣れてくるからさ。よかった。ああ、これあれだ。クリームのくだりだな。クリームついてますよ。ベタですよ。私から見てもベタです。なんか当然のようにさ、インナーからクリーム拭って口に運ぶ動作はあるんだよな。で、なんかもう特にそれに対しての恥ずかしがりがとかもないし。あのですね、少し聞いてほしいことあるんです。いかに彼女といえども、怪盗団のことです。それなりに結構ね、おってことしてるけどね。ああ、で、怪盗団の話だな。ずっと戦ってきたんですよね、私みたいに困ってる人のために。そうだね、他にも救った女は何人もいるんですけどね。占わなくったってそれぐらいはわかるんですから、うん、きっと私なんかよりも辛いことがたくさんあったはずです。辛いことね、まあまあそうだな、結果的にうまくいったけど。それでもあなたがやってきたことのおかげで私は正しいと思える道を見つけられた、うん、本当にありがとう。俺は何もしてないよ。じゃあそういうことにしておきますね、うん、でももう一つお礼を言うことがあるんです。怪盗としてではなく、ただのあなたに。ほう、ただのあなたにお礼とな。化け物でも巫女でもない、ああ、ありのままの私を好きになってくれてありがとう。ありのままのあなたを好きになったことは本当だね。そうだね、ずっと好きだよ、ずっと一緒にいようね。はい、まあ、他に8人女いるけどいいよね。ではクリスマスパーティーの続きをしましょう。具体的に言うとケーキの続きを食べましょう。ケーキの続きを食べましょうってなんかちょっと日本語おかしいけどな。え、あれ、あ、雪、さっきより強くなってるみたいですね。千早さんはあれだったよね、観覧車の中でキスしてたよね。なんか田舎にいた時に見るより全然綺麗に感じます。なんかでもあれか、たけみさんとあれか、あんちゃんパターンを見るに普通に肩を抱き寄せてで終わるのかな。私
とても幸せですよ。あなたいくつなの？そういう場だけど。あなたが隣にいてくれるから。なんか年明確じゃないのさ、ちょっとなんかモヤモヤするよね。実は今日あなたのことを占ってみたんです。ほう、占ったのね。そしたらなんとここから先の運勢はどんどん良くなるみたいなんです。こっから先の運勢はどんどん良くなる、本当か。まあでもあれか、マルキ先生との理想の現実が叶ってるから、そういう意味ではそうなのか。あまりにも良すぎて怖いぐらい。あまりにも良すぎて怖いぐらい。え、これ本当にかな。これなんかロイヤルエンディングだからこういうこと言ってんのかな。怖いぐらいってのちょっとなんか引っかかるよね。多分無印だとヤルダバード倒して、でそれでいつもの日常が戻ってきてエンドみたいな感じなはずだから、怖いぐらいと言わないと思うんだけど、いいことなんじゃないの。そうですよね、全部うまくいってます。あ、ちょっとこれは明確な千早さん差分な気がするな。他の子は言い合わなさそうなことだね、これは。はいはいはい、肩抱き寄せて。少しだけこうしててもいいですか。ふう、あなたの鼓動を聞いてると安心するんです。鼓動を聞いてると安心、肩だけどね。まあインナーも別に人並みの男ですから、多少はちょっとドキドキするよね。はいはいはい。毎回なんだよな、回答団支持率がさ60何パーセントから50に下がるの、ちょっとへこむんだよな。よし、で次は川上と。よし、川上行きましょう。本当？よかった。ちょっとなんだろう、ワクワクしてきた。ちょっとしたら向かうね。別に渋谷じゃなくてもいいんだけどな。なんなら川上とのインモラルな関係を楽しむのであれば学校で渋谷って本当人多いね。いろいろやりたいよね。っていうか軽い感じで誘っちゃったけど、他に予定とかなかった？大丈夫、インナー指導の予定はなかったから大丈夫だね。予定はっきり言うな、予定はなかったって。予定はあってよ、全部キャンセルしてあなたのために時間を使いますよ。あ、これいいな、全部キャンセルしましたよ。メイド思いのご主人様にベッキー感激。あ、なんかちょっとこのいいなノリ、あ、いいなこれ。いや、いいぞ。なんてね、そういうのは素直に嬉しいかも。おう、そういえば嬉しいって。お腹って空いてる？せっかくならちょっといいところでご飯にしない？カカメあれだな、なんて言ってもイブだしね。まあなんだろう、学校の勤務が終わったすぐ後だからわかるんだけどさ、格好が引くほど普段と同じなんだよね。教壇に立ってる時の格好と全く同じだもん。お金のことなら任せなさい。お、一応社会人なんだし。買ってくれるのか、怒ってくれるのか。別にいいな、お金は持ってるんだから。じゃあ行こっか。まあでもあれだけどね、イゴールとかね、ラベンザとかね、座りまくってるから、まあ、正直ありがたいかもしれない。テレサー高いんだよな結構。何？どうしたの？あれ、あ、インナーから手つなげたいみたいな感じかこれ。ははーん。もしや君手つなぎたいとか。へえ、あ、ちょっと川上は違うな、ここだと女の子と。なんだろ、タケミさんもね、ちょっと大人の余裕っぽい感じは受けられたけど、もうちょっとインナーからなんかね、なんか言ったわけじゃないんだけど、ちょっと目で訴えかけてたというか。そうかそうか、憧れるよね、クリスマスイブに恋人つなぎとか。まあと言っても誰に見られるかわからないしね。この二人の関係、そういうのはお預けで。あれ、お預けか。ダメ、ちょっとでも。あ、また目で訴えかけて。そんな目されたら断る方が血も涙もないみたいじゃん。ああ、日本語だとそんな目をされてもって言ってるけど、英語だったらね、パピードッグアイズだね、子犬のような目をしてもダメだよみたいな。見られたら困るから少しだけね。てか見られたら困るんだったらさ、渋谷じゃなくてもいいだろ、なんか4軒とかでもいいじゃん別に、どうせケーキ買うだけなんだから。任せてとか言ってごめん、
レストラン、まあ空いてねえんだな。どこも満席だなんて。うん、元気出して。川上のせいだな。まあ別に君、あなたといれば俺はそれでいいですよ。ちょっと行ってみてえな。プランニング下手だねって。プランニング下手っすね。ご主人様厳しい。ご主人様厳しい。いや、いいよね。なんかこれ昔の関係を茶化す感じ。まあ別に今でもね、メイドとしてウルブランにはたびたび来てるんだけど。でもまだケーキがあるよ。こっちでおめえ返上。うん、ケーキも大体売り切れてるけど。ケーキ売り場発見。行ってみよっか。いいよ。ちょっと違うな。こっちもダメかな。いや、まあもちろん全体的な流れは一緒なんだけど、なんかね、他のみんなはさ、キスするかハグするかのどっちかなのに、川上だけ膝枕だったあたりさ、ちょっと若干ほんの少しの川上ひいきを感じるな、このゲームの意図的に。うんうん、当たって砕けろ。もしかしたらがあるかもしれないし。うん、ケーキはあるんだけどね。実際、すみません、クリスマスケーキってまだありますか？はい、ございますよ。そうですよね。このノリずっと一緒だな。で、ちょうど先ほど予約のキャンセルが出まして、ラスト1個残ってます。さようですか。本当に？あ、それならお願いします。かしこまりました。ご用意いたしますので少々お待ちください。よかったね。驚いた。こんな偶然ってありえるんだね。実は俺が仕掛けたんですよ、びっくりさせたくてね。いいの、ちょっと違うの。ここも俺が仕組んだんですけどね。ベッキー全然気づかなかったです。ベッキー全然気づかなかったです。やっぱ違くていいな。さすがにそれはないでしょう。とにかく無事ケーキもゲットしたし、あとは2人で過ごすだけだね。おお、急に甘々になったぞ。なんかあれだよね、イーナーと川上はさ、学生時代に会ってたとしてもなんか仲良くなってそうな感じがしていいよね。うわ、おいしい。こんな風にちゃんとケーキ食べるの何年ぶりだろう。ああ、ちゃんと本当においしいケーキではあるんだね、一応。ああ、でももう一人じゃないっすよ。言ってくれるね。でも、あ、お、お、早い早い早い。クリームつけっぱなしで言われてもさ。あ、そっか、今ちょっと軽く。まだまだそういうところはお子ちゃまかな。ちょっと軽く口説きに行ったけど、あー、まあでもどうだろう、仲良くなりそうだけど、このなんだろう、インナーの神経がずぶとすぎるからさ、学生時代の川上だったらちょっといいように振り回されてたかもね。大人だからこそのこのちょうどいい対等な関係って感じがするな。そうなんだよね、君はまだ子供で、本当なら大人が守らなきゃいけない。この間とかニュースあれだってね、最近なんだっけな、61歳の人が23歳の男の子と付き合ってるみたいなニュースが流れててさ、インスタに写真載っけまくってて幸せそうにしてるみたいな。まあ61と23に関してはもはやもう親子どころかもう祖母と孫みたいな年の離れ方だから、ちょっとさすがに珍しすぎるけど、まあ別に年の差カップル別にあってもいいんじゃないかって少し思わなくもないけどね。なのにいつも助けてもらってばかりだよ。いやいやいや、こっちもサブラスもらったり、メイドとしていろいろ助けてもらったりしてるから。本当は危険なことするのやめてほしいし、君がやらなくてもいいじゃんって思う。でもその危険なことをしてたインナーだからこそ川上と一緒になってるわけだからね。でも自分に嘘がつけない君だから私も救われたんだよね。うん、だから本当にお疲れ様。お疲れ様か。それからありがとね。ありがとうね。なんで俺の礼よ。俺何もしてないですよ。感謝は素直に受け取りなさいよ。分かった分かった。君のおかげで私は自分の夢を思い出せたんだから。ここがいいよな。まあなんだろう、
大体さ、コープのみんなってさ、何かしらの目的があってちょっと揺らいでてどうしようかなみたいな感じだけど、それでインナーと関わっていくうちにさ、やる気を取り戻すなり、コンプレックスが解消されるなりして軌道に戻ってるわけだけど、川上に関しては本当に諦めてたもんね、いい先生であることを。なんか他のみんなはさ、別に一緒に何かしてなくてもなんとなく平気だったような感じがするけど、川上の人生は結構明確にインナーに救われてるっていうのは結構いいよね。いいし、川上がそこに引け目を取ってるのもちょっとわかる気がする。あ、ペンケースだ。はいはいはい、先生らしいチョイスだな。ってわけで、はい、プレゼント。ほら、ペンケースなら学校でも使えるでしょ。あれだな、インナーが川上の授業にこれ時にこれ使っててさ、川上がムフフってなってる絵を想像したらちょっと面白いけど。いつでも持ち歩けるし、見るたびに私を思い出してくれるかな。ほう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 。ちょうどいいプレゼントだよね。なんだろう、マフラーとかさ、耳当てとかはさ、つけてあげないとさ、なんかさ、普段つけてないのにさ、急にそれを使い出したらさ、あ、なんか誰かからもらったのかなみたいな感じになるし、まあ、まあ別にカップル同士では別にそれはいいと思うんだけど、ちょっとね、パートナーの色に染まってる感が出るというか、そういう意味ではペンケースは割とね、ちょうどいいよね。別に使ってても違和感ではないし、二人だけで楽しめるっていうところが、これはなかなか評価するぜ。私のこと好きになってくれてありがとう。おお、ボソッと言ったな。生徒と教師が恋とか、あんまり褒められたことじゃないのは分かってる。まあ、俺は勝手に川上は27、28とかそんくらいだと勝手に思ってるから、まあ、10年って考えたらまあって感じではあるけどね。ギリ相当年の差はあるけど。けど私今最高に幸せなんだ。あ、なんかちゃんと本音を言うときはなんかちょっと声が低くなってか細くなるのいいね。はい、じゃあ真面目な面談タイムはここまで。こっからはバンバン盛り上げちゃうよ。バンバン盛り上げちゃうのか。何をしてバンバン盛り上げるんだ。あれ、何かと思ったらさっきより雪強くなってない。これ帰りの電車動いてるか微妙だね。まあ、川上でもあれじゃん、別に4軒の近くに住んでるって話してなかったっけ。別に泊まっていけばいいじゃないですか。おお、明確に言うね、いんな。おお、ちょうどいいじゃないですかってなんかインナーの選択肢もちょっと心なしかちょっとだけはっちゃけてんだよな、川上の時だけ。やっぱちょっと悲劇を感じるな。電車止まっちゃうかな。おお、ちょうどいいじゃないですか。何がって、いい、言わなくても。はあ、でも今はダメ。そういうのは一緒にいても咎められない関係になってから。お、そこはちょっと川上的に線引きするんだ、そういうのはダメだよって。まあもう少しだけはここにいてあげるからだから今はこれで我慢して。はあ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 、ああ、なるほど。まあそっか、そういうね、夜の営みをしてしまうと明確にね、未成年に手を出して犯罪になっちゃうから、一応ゲーム的には川上だけはこういうことはしてないよちゃんと言うんだ。他の子はちょっと置いといてなんか夢みたい、君とこんな穏やかなクリスマスを過ごせてるなんて。まあ幸せならそれでもいいのかもしれないけど。だってインナーが今ね17とかそんな感じでしょ、高2ってことは。てかインナーの誕生日っていつなんだろうね、今更だけど。てかみんなの誕生日っていつなんだろう。なんか誕生日イベントとかなかったよね、終始。川上はな、なんだろう、本当にね、恋愛してない時のコープも俺すっごい好きだったけど、これもちょっと味があっていいな。本当に純粋にコープとしては一番好きかも。ね、もう少しだけ君を近くに感じたい。近くに感じたい、はい、はい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 。まあ、あれだけどね、たきみさんは結構割とガツガツ言ってる感じをしたけどね、未成年なのに。明智ね。いや、なんかさ、噂ではさ、
スミレちゃん、まあ、スミレちゃんロイヤルだけのキャラクターだけどさ、スミレちゃんがもう片方の主人公になるみたいな案とかもあったらしいんだよね。そうした場合はさ、まあ、当然リュウジとかユウスケもそうだけど、インナーとかアケツとかもさ攻略対象になったらさ、めっちゃ良かったよね。絶対遊んでよ俺、そういうのがあった場合。まあ、こう言うと少し申し訳ないけど、ひふみちゃんはなんかすごく無難な感じになりそうな。ちょっと川上のが今ちょっと相当良かったから、ちょっとハードル上がっちゃうな、どうしても。ありがとうございます。こういったことは全然経験がないので緊張してます。渋谷で会いましょうか。では、なんかつくづく本当になんか渋谷じゃなくてもいい気がするんだけどな。お待たせしました。お待たせしました。あ、そっかそっか、私服だな。ひふみちゃん結構大体制服でいることが多いからちょっと新鮮かもしれんな。ひふみちゃん結構さ、おとなしい割にはさ、結構なかなかね、際立ったからの服着るよね。まあ、別に普通の範疇ではあるんだけど、なんかおよそ普通の人は買わなそうな服を着てるあたり、なかなかセンスがいい。メリークリスマス。メリークリスマスだな。挨拶の仕方、これで合ってます？合ってる合ってる。メリークリスマス、こんばんは。かわいいね。正しいかどうかを聞いたんです。あ、まあ、確かに言われてみればひふみちゃんなんだろ、メリクリーっていうタイプじゃないよね。そういえばクリスマスは恋人と過ごすもの、うん、と言っても具体的に何をするのでしょう。まあ、イチャイチャするんじゃないの。ああ、それは言わないのか。お互いにプレゼントを渡し合うんだよ。お前プレゼント持ってねえだろどの口が言ってんだこいつ。お互いにプレゼントを交換するんだよ。それはバッチリ予習してきました。お、準備しているので楽しみにしていてくださいね。俺は予習してなくて用意してないんだけど、いいかな。ですがプレゼントの他は一体何をすれば。とりあえずお食事でもいかがですか。うん、それがいいと思うよ。ではどこかお店に入りましょう。今夜は冷えますね。ああ、今夜は冷えますね。手をつなぐ口実だな。それでもしよければなのですが。みんなここは何も聞かずに手を、ああ、つなぎませんか。女性の方から言わせてしまった。いいな、なんだろう、なんだろうね。9また10またするぐらいの胆力はあるのにさ、意外とこういう状況では基本的に受け身というかね、女の方からやらせるよね、やらせるというか女性の方から勝手になってくるっていう解釈でいいのか。まあそれをに当日インナーは必ず反応してるけど。まさかどこも満席だなんて。まあ一応これはあれかな、女の子に、なんだろうね、え、この子のイベント超良かったね、この子のイベント微妙じゃねみたいなアンフェア感を出さないためにも場所と展開は統一してるのかな。細かいところは違うかもしれないけど、せっかくならね、なんかその子に合わせたものが欲しかったよね。例えばひふみちゃんだったら教会で過ごすとかさ、最終的にね、インナーの部屋に行くのはいいんだけどね、双葉だったら秋葉行ったりとか、川上だったら学校だったりとか、毎回毎回渋谷じゃなくてもいい気がするんだかな。な、これも経験だよね。まあクリスマスイブだし、まあでも一緒に歩けたじゃない。あなたのその前向きさは見習わないといけませんね。前向きすぎるんだよなこいつは。帰ろうぜ。あーし、家に来ない？え、あなたのご自宅にですか？それはもちろん構いませんが。前も来たことあるし。なら手土産としてケーキを買わせてください。おい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 、せっかくのクリスマスですからね。今更だけどさ、プレゼント一方的にもらってさ、ケーキも買ってもらうっていうのはさ、いかがなものなの？お前金持ってるくせにさ。あ、お店はあちらのようです。行ってみましょう。それはいいけどさ。これは負け試合でしょうか。ああ、ちょっとなんか涙目になってる。いえ、勝負は最後までわかりません。攻めてみましょう。すみません、クリスマスケーキってまだありますでしょうか。こういうのも別にね、男が女とは言わないけどさインナーに関してはもうほぼ 100% 女にやらせてるから、ちょっとなんか
ね、印象悪いよね。はい、ございますよ。やはり。ああ。え？やはり、え？とか、ですよね。ってもう、毎回同じだもんな。ちょうど先ほど予約のキャンセルが出まして。え、双葉の時もこれやんのかな？双葉に聞かせんの？あの子ちょっとね、対人きついのに。本当ですか？でしたら、ぜひお一ついただけますでしょうか？もちろんもちろん。かしこまりました。ご用意いたしますので少々お待ちください。よかったね。まさに起死回生の一手でしたね。驚きました。楽しみだね。待ち遠しいよ。私もです。あなたといると本当に退屈しません。今日私の隣にいるのがあなたでよかった。他の世界線では違うんですけどね。美味しい。まあ一応メタ的にはあれなのかな。インナーはこれ労働を繰り返しても記憶を保持してないという解釈で合ってるんだろうか。あなたと一緒だから余計にそう思うのかもしれませんけれど、まあ、人と食べるご飯美味しいよね。もっと欲しい？俺はもっと食うぞ。はい、ぜひ。はいはいはい。鼻にケーキじゃねえや、鼻に川上時だった、あれだったんだよね。もうクリームついてますよ。問答無用でさって取ってったんだよね、川上だけ。他の女の子にはさ、視線を感じるみたいなことをインナーが思ってるんだけど。あなたのこういう一面初めて見ました。あ、そうです、すっかりと忘れていましたが。ああ、プレゼント何くれるんだろう。将棋の駒とかかな。ああ、結構普通に手袋。こちらプレゼントです。あんな中ガを出さなかったな。いただけますか？もちろん。はあ、よかったです。来年はさらに寒くなるそうです。どうか風邪などひかれないようご自愛ください。お互いにね。あなたは私だけでなく多くの人に必要とされているのですから。多くの人に必要とされているか。まあそうだな。たくさんの人？どういうこと？私が盤上で戦っている間、あなたはあなたの戦いをしていたんですよね。その回答として、きっと私のように救われた人は大勢いるんでしょう。そうだね。まあその大半は俺の女になってるわけなんだけど、今そこは大丈夫？だから代表してっていうのもおこがましいですけど。代表して、改めて本当にありがとう。まあこの世界線ではあれか、インナーはひふみちゃんを優先させたわけだから、代表としてって言っても別におかしくはないか。プレイヤーからするとちょっとんって感じで悪いけど、気にしないで、役に立つならそれでいいよ。はい、本当はあなたが危険な問題に巻き込まれていないか尋ねるつもりだったんですけど。危険な目には巻き込まれてるね。でも今のインナー最強だから、レベル90いくつとかでね、容赦なしのヤルダバウトとかももうスーパーで倒したからね。不思議とそんな気もなくなりました。あ、窓の外、雪ですね。さっきよりも強くなってる。雪って綺麗だけどどこか寂しくなるっていう印象だったんですけど。ちょっとさすがないだな。もうこれ毎回毎回同じ展開が続いてるからさすがに言うことがなくなってきたわ。今は不思議と素敵って気持ちしか湧いてきません。ひふみちゃんってでもあれだよね、確か一応初期構想では怪盗団に入る予定だったらしいんだよね。私とても幸せです。これが現実なのか疑ってしまうくらい。今は結構しっかり敬語で話してるけどさ、仲間だったら敬語解けたりとかさ、あと普通にペルソナがどういう感じだったのかとかちょっと気にはなるよね。俺も君と一緒にいると嬉しいよ。ですよね。た
まには全て盤石な勝負もありますし、うん、あの今日は少しだけわがままを言ってもいいでしょうか。少しだけこうさせてください。ただやっぱり、なんか川上のイベントの方が長くなかった？なんだろう、俺がねベレベレ喋ってたから長く感じただけかな。やっぱなんか川上のイベントがなんか単純に好き嫌いとかじゃなくてなんか楽しかった気がするな。大家さんはどういう感じになるんだろうな。正直純粋な女性としてはね、他の女の子には少し劣るかなという個人的な感想だけど、イベントなんか面白かったりするのかな。ちょっとなんか心なしか、そうだね、大人連中の方がなんか面白い気がするな。なんだかんだちょっとね、やっぱ学生とはね人生経験の差があるからさ、学生たちはちょっとなんだろう、無難なイベントになりがちだけど、まあそうだな、なんか、まあ、双葉春はちょっとまだわかんないけど、あんちゃん、ひふみちゃん、まことちゃん、割と正直かなり似たような感じだったもんね。ちはやさん、川上たくみさんが結構なんだろう、ちょっと違うというか、特に川上ね。でもちはやさんだってちょっとなんだろう、今後の予想をしてたり、たくみさんはちょっとなんかまったりしてる感じが新鮮だったりとさ。皆さん行きましょう。よし、ワイルドに行こう。渋谷で会うってのはどう？別にあんたなら新宿でもいいと思うんだけどね。なんなら新宿の遊び方とかさ。ごめんごめん、待たせちゃった。クロスロードとかでなんかちょっとね、まあでもあれか、酒を飲むのはダメか、ゲーム的にも。今着いたばっかだよ。結構前からここにいるんだけどね。俺はいつまでも待ちますよ。そんな中堅みたいなこと言わなくていいって。ああそういう捉え方、中堅か。けどそんないい子にはお姉さんからご褒美あげないとかな。おというわけで今日は何でもおごっちゃうよ。ほう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 。あ、やっぱ大人はおごる方面に行くな。あれだけどね、一番金持ってそうな滝目さん、おごるとか特にそういうこと言わなかったけどね。高級レストランでも何でもバッチコイってね。おお、さすが社会人。手つな、お、ここでか。川上の時は目で訴えかけるだけだったのに、インナーの方から手つなぎたいですって。なんかやだな、みんな。あの年下あるいは同い年の子には向こうから言わせて、大人には自分から言うってさ、あ、なんかちょっと嫌だというか、なんだろう、インナーの人となりがなんかちょっと見えるな。手つなぎたいです。おお、そんなことでいいわけ。あ、まあ大人からするとなんかちょっと、え、手つなぐぐらいでいいのみたいな。アニメだとね、よくあるのがね、手つないでドキドキみたいな。社会人になるとね、まあなんだろう、別にドキドキはするけどね、もうみんな余裕ぶってさ、大した反応しないもんね。ニューヨークスタイルなステーキ食べたいとかもっとないの？ない、手つなぎたいっす。んじゃあほいって、これ思ったよりすごい恥ずかしいんですけど。うん、まあ、女性としてはともかく大家さんキャラとして俺結構好きだから、これもいいな。それじゃあ行こうか。うん、まあでも展開同じだよな。どの店も満席って、さすがイブだね、この込み方。あ、竹目さんもあれだっけ、なんかおごってあげるみたいなこと言ってたっけ。ちょっと見直さないとな。まあ都会っすよね、お腹すいたな、あなたがいれば十分っすよ。それって励ましてる？可愛いとこあんじゃん。ずっとインナーの眼鏡光ってんのうざいんだよな。仕方ない、ご飯は諦めてケーキ探そっか。いいっす、こっちにお店あるみたいだから行ってみようよ。やっぱ大家さん結構ガツガツ行くね、サバサバしてるというか。これはきついかな。一番なんだろう、まあ、表面上一番余裕がありそうな感じがするね。あ、何ここもインナーが効くのか。ケーキ残ってます？いやいや、見るからに無理でしょう。ここは潔く諦めて。あ、今んとこ初めてだったぞ。やっぱちょっと大人連中ちょっと違うな。ちょっとなんか差分を感じるというか、まああれか、怪盗団のみんなはもう矢が王でもめちゃくちゃ付き合いが長いから、
その分大人たちのイベント楽しくしてるのか。あ、ちょっとこれは予期せぬ面白だな。ございますよ。ほらね、だから言った。まあまあこの辺は一緒だけど。ってマジマジ。ちょうど先ほど予約のキャンセルが出まして。持ってるぜ。ご用意いたしますので少々お待ちください。びっくりした。アポなし突撃もしてみるもんだね。聞きゃいいんですよ聞きゃ。まあチャンスはゼロじゃないですからね。お、今の君が言うと説得力すごいわ。ちょっとなんかガッツポーズしてる。おー、なんかでもまあこれでやっとゆっくりできそうだね。なんだろう、大人連中のコープ本人もそうなんだけど、インナーの反応もちょっと変わって新鮮でいいな。もちろん二人きりだよ。ふう、やっぱめっちゃ美味しい。すごく今更だけどさ、宗次郎はさ、なんかね、大人と付き合ってるインナーを見て何にも思わないのかな。犯罪、え、大丈夫みたいな。あ、まあ別にあれか、インナーが犯罪を犯してるわけじゃないからいいのか。ここのケーキ雑誌でも結構特集組まれてるっぽいね。あ、そうなんだ。雑誌特集、やっぱ有名なケーキ屋さんなんだね。まあ、だよな、高いよな。仮にホールケーキだったとしても、どうだろう、ホールケーキ5000円って安いのか。箱がいとって他のケーキがよく見えないからさ、ちゃんと分かってるわけじゃないんだけど。いやー本当にラッキーだったわ。来年も買いましょうね。そうだね。ちょっとしおらしくなった。来年もその次のクリスマスも。他の女とお花もいいっすか。あ、そうだ。あ、プレゼントカメラか。あー、なんかいいね、大家さんらしいチョイスだ。川上の時もそうだったけど。じゃーん、まずは今年のクリスマスプレゼント。なんかあれだよね、あんちゃん、まことちゃんとかもうちょっとガを出してほしかったよね。なんか無難だったよねプレゼントが。モデルは違うけど同じメーカーのなんだ。はあ、一緒にこれからの私たちを撮っていけたらなんて思ってさ。あらら、いいこと言うじゃない。どうどう、惚れ直した。惚れ直した、最高の彼女だよ。幸せだな、最高の彼女だよ。ちょ、急に純情ぶるのとか反則だし。純情ぶってるかなこれ、もうくどっきでしょこれ。ん、あれあれ、お花のケーキだな。ケーキじゃない、クリーム。見ちゃった、鼻にクリームつけるとか君ってドジっ子。あー、ごめん、あ、飛ばしてしまった。まさかこんなドジっ子が世間を賑わす怪盗だなんてね。うん、ね、改めてお礼言ってもいいかな。あ、とかそっかさ、大家さんのさ、結局そのなんだっけ、カヨさんだっけ、どうなったの結局。一旦指導の件があるからとりあえずほっときましょうみたいな感じだったけど。改めて礼言っときたくてさ、怪盗としての君にも。どういうこと。社会役を暴く、弱い人を救いたいって目的でこれまで一緒に戦ってきたけどさ、うん、実際一緒に戦ってる私も救われまくっちゃってる気がするんだよね。うん、だからここでちゃんとお礼したかったんだ。いや、いいよね、なんかちょっと心からのお礼をそれぞれみんなしてくるのがいいよね。どういたしまして、楽に立てて光栄っすよ。そんなのめちゃくちゃなってるに決まってるでしょ。うん、君のおかげで私は諦めずに済んだんだから。そうだな。にしてもさ、君も物好きだよね。物好き、世を騒がす義賊が選んだ彼女が私だよ。どう考えてもおかしいって。 Drunk with a camera って自覚はあるんだな。これ日本で言ってなかったけど、カメラ持って酔っ払いだよって自覚はあるなら、アル中であることは別にいいじゃないですか。俺が欲しいのはあんただけだよ、イチコ。こいつ。だからそういうストレートなのに弱いんだってば。よし、じゃあこっからは派手に行くぞ。イエス。って思ったけど、派手に行くって何、どう派手にかますつもりだったんだろう。さっきより強くなったみたいだね。恋人の家でホワイトクリスマスか。
いろいろできすぎ。君に恩返しするって言葉忘れてないから。でも今はこの夢みたいな幸せに浸ってたいかな。夢じゃないですよ。だよね。私何言ってんだろう。大家さんはあれだよね、なんかその弱い自分を隠そうとしてる感じがちょっとなんだろう、他の人と明確に違うよね。なんか表面上は一番大人でサバサバしてるんだけどね、なんかそれは、ね、内面のなんだろう、自信のなさをごまかしている感じがするというか、細かいよね描写が。さ、今日はもう少し君のとこにいてもいい？なんだろう、大家さんね、学生の頃は多分そんなに今と性格変わんない気がするけど、より自信のなさが顕著だったんだろうなっていう感じがするというか、まあちょっとそういう考察をしてしまうよね。いうか嫌だって言っても遅いから。うう、あ、いいイベントだったな。期待値は、まあ、ちょっと言ってしまえば若干低めだったからこそいいイベントだった。まことちゃんはまあね、一巡目で俺はずっと一途で好きだったけど、こうしたなんだろう、他のみんなのねデートやら何やら見ると若干淡白の方だったよね。なんか普通寄りというか、別にディスってるわけじゃないんだよな。なんて言えばいいんだろうね、なんか悪口じゃないんだよ、悪口でもないし悪いポイントもないんだけど、そういう特徴だよね。案外付き合っても付き合わなくてもそんなにね変わらないっていうところが、まあまあそれはちょっと一旦置いといて、じゃあいよいよ双葉だな。ワンちゃんアンとかひふみちゃんとかまことみたいな感じでちょっとね、ああこんな感じかって可能性もまあなきにもあらずだけど、行きましょう。あ、でもそっか、ローストチキンだからそれでちょっと違うのか。しかもローストチキン作れる人といったらもう総次郎しかいないよな。で双葉がうっって、私はまだ渋谷にいる。まだ渋谷にいんの？あ、そっか、あれか。宗次郎には電話しただけか。じゃあ、会おうぜ。まあ、ちょっと、この人混みはうんざりしてるけど。双葉はどういう反応でどう来る？おー、彼氏、メリクリ。早速ちょっと違うな。双葉、なんだろう、双葉感がすごい。メリクリ、会いたかったよ。迷子にならなかった？実はちょっとなりかけた。あ、なりかけた？渋谷、人多すぎだ。まあそっか、あれだもんね。大人連中がいて、同い年連中がいて、明確に院内年が下なのって双葉しかいないもんね。あれか、妹サブみたいな。よし、では早速ことを進めるとするか。まずはチキンを買おう。チキン。でかいやつ。あ、英語だと私くらい大きいチキンを買おうって。ではいざ行こん。あ、そのだな。あ、ちょっとこういう時知ることあるんじゃないか。最速の仕方がちょっと違うぞ。なんだみたいな。彼氏なら。彼氏なら、言えよちゃんと。あ。双葉はね、インナーに寄そうとしてて、インナーはね、手をつなごうっていうのと、てんてんてんっていう、あくまで双葉に言わせるパターン、ちょっとどっちも見てえな。いや、でもちょっとこれ、てんてんてんでいこうかな。てん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 。いいか、こういう時、まずは手をつなぐことからだ。怒られちゃった。自分で言うと、死ぬほど恥ずかしいな、これ。あ、早速かわいいな。展開が同じでもキャラ次第でやっぱ変わるよね。どうなってる、クリスマス。クリスマスといえばチキンだろ。それがどこも売り切れなんて。ああ、まあチキンは買えなかったのか。まあケーキやればいいだろ。まあ冷蔵庫に豚バラあったかな。別に一緒に言えばいいじゃないか。豚バラあったかな。まあノーポーク。ノーポーク。いいじゃねえか、豚バラうまいじゃん。私の中ではクリスマスはチキンだ。チキンがダメならケーキ。あ、クリスマスってあれだよね、なんか日本人やたらね、ケンタッキー買いたがるよね。あれはね、本当に理解ができない。確かに日本のケンタッキーのがうまいっちゃうまいんだけど、ケンタッキーなんてあれだよ、言っちゃあれだけど、
貧乏な人が、あるいは中流家庭の人が今日安く済ませたいな、よしじゃあ KFC 頼むかみたいな感じだから、こんな特別に日にわざわざ KFC ケンタッキー頼むってのはちょっとね本当に理解ができない。今度こそいざ行かん。まあ結局チキンは買ってないんだけど、あ別にあれか、双葉も明確にチキン、あの KFC って言ってるわけじゃないけど、ノーケーキな予感だ。ノーケーキ、やっぱちょっと言い方面白いよね。ノーポークとかノーチキンとかノーケーキ。あのおクリスマスケーキってありますか。双葉から聞いた、偉いな。声優さんもめちゃくちゃうまいんだよな、この声の震わせ方とか。なんかちょっとね、本当にコミュ障でちょっとめっちゃ勇気振り絞って聞いてる感がすごい出ててさ。はい、ございますよ。はぁ、激震？激震？ゲームオーバー？ちょうど先ほど予約のキャンセルが出まして、ラスト1個残ってます。よかったね。本当に？本当に？じゃあそれ買います。かしこまりました。ご用意いたしますので少々お待ちください。このお姉さんもさ、同じ男がさ違う女を連れて何回も来てるのなんか疑問に思わないのかな。まあ世界線違うんだろうけど。すげー、これマジのやつ。 This is the season for miracles。 まあ奇跡の祝日だよね、クリスマスミラクル。ちょっとねちょけてるよね、あのね、双葉にはすごい心開いてる感が。クリスマスの奇跡だね。クリスマスも捨てたもんじゃないな。あれなんだよね、クリスマスの歌でさ、 'Tis the season to be jolly ラララララ」っていうのがあってさ、それのなんだろう、パロディというか、まあ、それをネタにしてるわけだな、この英語は。あれでもこれ総次郎出てこないパターンか、なんかすごい一緒な感じがするな。グルメ漫画なら服とか弾け飛んでるレベルのやつだこれ。服弾け飛ぶ、直撃の相馬かな。本当ラッキーだ。2015年16年ってあったっけ、直撃の相馬。あったよな、結構前の漫画だもんね。あれ諦めなかったな、双葉のおかげだよ。最後の最後まで諦めないものに勝利の女神は微笑むんだぞ。にしし。にしし。って言っても、私今回何もしてないの。余計買ったじゃん。むしろ、最後まで付き合ってくれたお前に感謝だ。いや、そこでケーキないからなしっていうのも違うだろう。あ、感謝ついでになんだけど。あ、双葉何くれるんだろう。ん？ゲームとかかな。クリスマスプレゼント。それとも意外と無難なものなのか。ヘッドフォン。ああ、ちょっとガを出してきた。せっかくだしな、お揃いにしてみた。お揃い、他のっぽいし。いや、これ怪盗団のみんなの前でつけちゃったらダメでしょこれ。それにこれ見ればいつでも私のことを思い出してくれるかなって。さっき話したくだりでさ、川上からもらったさ筆箱というかペンケースとかさ、あれはまあいいのよね、別に川上からもらったっていうのが一目瞭然じゃないからさ。同じヘッドホンまずいでしょ、絶対になんかあるって思っちゃうじゃん。でね、唯一付き合ってる彼女とかのまだしもさ、ダメでしょ。嬉しいな、喜んで受け取るよ。そうか、よかった。あ、ごめん飛ばしちゃった。あれ、うん、あ、鼻のクリームだな。ふんふん、鼻にクリームついてるぞ。お前結構ドジっ子か。クリスマスすごい楽しいな。これもお前が私を好きになってくれたおかげだ。俺は双葉に関してはね、未だに解釈違いというところは拭えないんだけど、なんだろう、双葉がすごい嬉しそうにしてるのを見るとなんかちょっと、まあ解釈違いでもいいかって気がせんでもないよね。ありがとう。一番明確に喜んでるもんね。まあ別にみんなもちゃんと喜んでんだけど、一番嬉しそうにしてるもんね。常に彼氏だの彼女だのって言ってるの双葉だけだし、それはこっちのセリフだよ。お礼ならこっちの方が。じゃあお互いにありがとうだ。うん、よし、ここからクリスマスパーティー2クール目だ。2クール目何すんの。盛り上げていくぞ。
で雪を見て、あーこれそうしろ出ないパターンか。なんかもう全くにしたもんな。さっきより強くなってるみたいだ。そうしろ出てほしいけどな。人混みの中で見るより綺麗だな。こんな風にクリスマス過ごしたの初めてだ。また世界が広がった。私すごい幸せだよ。幸せすぎてちょっと怖いぐらいだ。ふーん、ちょっと寒い。そのもう少し近づいていい？ダメですとか言うわけないだろ。イチャイチャしてる時もヘッドホンは外さねえんだな。一応あれかな、もはやファッションでつけてるだけなのかな、それともこの瞬間のみ一応音楽とか聞いてんのか。あ、でそっか、双葉イベントの後に明智がっていうのか。明智がここのみんなのさ変わらなさえぐいよね。まあいいけど。あー、まあちょっとあれかな、双葉はね期待してたよりかはちょっと普通のイベントだったかな。まあでもね、双葉らしい可愛さは出てたけど、あれだな、学生連中と大差はなかったな。いやーしかしやったね、インナーも9人だぜ9人。まあ配信では誠ちゃんやってないけど、まあでも1巡目ではやったし、プライベートでも1回さーって堪能したし、なんだろうね、最終的にさ、なんか呼び方だいぶ俺変わっちゃったよね。あんちゃんとひふみちゃん、まことちゃんはちゃん付けなのにさ、双葉と春はね呼び捨てっていう、なんか俺の中での謎基準があるんだけど。でね、千早さん、川上、武美さん、大家さんと、川上だっけ、まあ川上でもあれか、みんなが川上川上言ってるもんね。あの先生だから呼び捨てにしてる感じで、まあ置いとこう。あれ行きましょう。本当に私まだ渋谷にいるの。あインナーが、これそっか、双葉とか春とかもそうだけど、みんな渋谷で待機してるからインナーの様子を伺ってたということか。反応しなかったら辛いじゃん。しかもなんならね、観察してた可能性もあるよね。あんたクリスマス別の女と付き合ってるでしょみたいな。呼び止めちゃってごめんね。どうしてもあなたと過ごしたくて。うん、ちょっと真面目な感じ。俺も同じ気持ちだよ。もちろんクリスマスイブだしね。電話待ってたよ。そうだったの？じゃあ来年はもっと早く連絡するね。そうだな、早めに予約しといた方がインナーのスケジュール取れるかもしれないぞ。戦争だからな。そうだ、どこかでディナーでもいかが？あなたのお家に行けないですかね。じゃあ行きましょう。手はどうつなぐんだろう。どうしたの？あ、ああ春の時もインナーから言うんだ。お、ちょっと他の学生連中と違うぞ。ちょっとひいきを感じるぞ。手つなごうよ。ちょっとばかし甘々になるのどうだい。恋人らしいことって、ああ恋人らしいってことか。手つなごうぜ。つなぐのはどうかな。あ、そっか、甘々夢のなんてどうだいって言っちゃったから、結局春から聞くことになっちゃった。手つなぐのしちゃうね。そう、I'm getting butterflies ってさ、butterflies in my stomach っていう言い方があってさ、お腹の中に蝶々がいるみたいな。要はめっちゃなんだろう、ドキドキして甘々な感じになってる時ね、ちょっとお腹がそういう感じになるから蝶々が待ってるみたいな。じゃあ行こっか。言い方すんだよね。まああんまりしないけどね、フレーズと知って知ってるだけで、俺は使ったことないけど。どこも満席だなんて考えてみれば、今日みたいな日は予約しなくちゃ難しいよね。あなたの家専属の料理人とかいるじゃん、多分そこでいいじゃん。誘っておいてごめんね。まあクリスマスイブだしね、まだケーキあるよ。 All I need is you 春って嬉しい、私も同じだよ。おお、あすごい、明確に口説きに行って明確にありがとうで返した。でもケーキ買えればもっと楽しいよね。行こ。なんかこれあれだな、口説き順でちょっと難しいかな。口説き順でこれ言ったのよかったな、すっごいちょうどよかった。なんだろう、学生連中やってオルトラ連中やるのもなんかちょっと微妙な感じがしたし、なんか適度にね、学生連中オルトラ連中が混ざっ
ってることによってなんか程よい感じになってるのすごいいいな。すみません、クリスマスケーキが欲しいんですけど。はい、ございますよ。やっぱり。ああ、もうここは同じだな。え、ちょうど先ほど予約のキャンセルが出まして、ラスト1個残ってます。この予約のキャンセル、誰がキャンセルしたんだろうね。案外明智がさ、ケーキ買ってルンルンで通ろうとした時にインナーが実施しろって言われてるの見て、はぁーってなってキャンセルしたのかな。本当ですか？ぜひお願いします。かしこまりました。ご用意いたしますので少々お待ちください。明智悲しいな。死にかけてたところにさ、ケーキ見かけてさ、まあクリスマスだし一生って言ってケーキ買って、インナー自首しろってす。まあ、ないと思うけどさ、ちょっと想像したら面白かったわ、思ったより。びっくり、こんなことあるんだね。そうだな、クリスマスミラクルだね。それ関係あるのかな。ううん、あるよね。ケーキ楽しみだね。うん、未だにこれがホールケーキなのか、おいしい、そうじゃないのかわかんないけど。ああ、まあでもあれかな、ナイフが置いてなくて綺麗に切れてる感じからしてに綺麗なのかな。見つけられてよかったね、ケーキ。あ、そうだ、じゃあもう一つサプライズで。お、なんだね。クリスマスプレゼントなんだけど受け取ってくれる？もちろん、春からなら何だってもらうさ。おお、帽子。あのね、帽子ね。それ帽子なの。まだ寒いし。あ、いいな、帽子をかぶったことないな、確かに。それつけて一緒にお出かけできたら嬉しいな。うわ、めっちゃいいじゃん、帽子つけてお出かけ。お出かけっていうのは春らしくていいよね。楽しみにしてるよ、大事にするね。うん、行きたいところいっぱいあるの。喫茶店巡りとか楽しみだな。あー、なんかこの二人っぽくていいな。春はもちろん興味あるし、インナーだって一応ね、喫茶店に住んでるわけだから興味ないわけないもんね。あ、まあまあまあ、これはクリームのくだりは。ほら、クリームついてたよ。こんなに楽しいクリスマス初めてかも。私と一緒にいてくれてありがとう。ストレートだな、ありがとうって。礼はいらないよ、どうも。うん、雪だな。雪、さっきより強くなったみたいだね。私ね、クリスマスはいつも一人で過ごすか、付き合いで退屈なパーティーに出るかだったんだ。はあ、そっかそっかそっか、一人か。ちゃんと、なんだろう、まともな恋人とか友達とかと過ごしたことはなかったんだな。だから初めて知った、クリスマスってとっても幸せな日なんだね。あんまり幸せすぎて夢なんじゃないかって思っちゃうよ。夢じゃないよ、考えすぎだよ。そうだよね、全部うまくいってる。ああ、でもそっか、でも一応あれか、明智が生き返ってる時点でもマルキ先生の現実はもう始まってはいるのか。だから夢みたいっていうのも、ね、今日は遅くなるって家の人に言ってあるの。フラグとも言えなくもない。おお、遅くなるって言ってあるのか、家の人たちに。だから、あらららら、イチャイチャしたわけだな。で終わりましたね、明智が。明智が。しっかり2時間かかったね。まあなんかちょうどこんぐらいかかりそうだなと思ってたけど、楽しかったね。まあ、なんだろう、まことちゃんの時は初めてだったからさ、もう怒ること全てが新鮮で、おおって感じだったけど、そういう意味ではあれだね、パーティーメンバーたちはちょっと似たような感じで、ちょっと残念度までいかないけど、ああまあこういうもんかって感じだったけど、大人連中はちょっと一味二味違って良かったですね。もちろんパーティーメンバーのイベントも良かったので、基本的には楽しめましたよと。すみれちゃんもな、まあストーリーの進行上しょうがないとはいえ、せっかくなら恋人状態で付き合いたかったよね。だってまあね、
霞すみれの下りを明かすのはやっぱりマリキ先生のパルスが判明したタイミングが一番いいと思うから、それはもう絶対クリスマス以降じゃないといけないもんね。まあ、これもあれなんだろうな、スタッフの間で揉めはしたんだろうな、新しいロイヤルのヒロインなのに。まああれか、高野祭は一応時間もらってるもんね。高野祭に時間もらってるし、ハワイでも一応こんにちはのところで片 CM もらってるから、まあ悲劇とまで行かないまでもイベントは一応用意してるか。クリスマスでもどうしても無理だったんだな。ウィス、じゃあ今日は以上ですね。楽しかった。これでやっと例のあれに進めるね。まああの修羅場イベントは、まあ、もちろんメインではあるんだけど、その前にちょっとねちゃんとやりたいことがあって、まあなんだろう、ゼリーハードというか、あのマーシレス容赦なしにしても結局明智指導ヤルダバオとは大したことはなかったけど、あの人ならちょっと楽しませてくれんじゃないかなって期待していますよ。いやまあ明確に残ることか分かんないんだけど、もうさすがに来るでしょうと。まあちょっとそこら辺も楽しみにしていただけたらなと。まあ例のごとくね、あのね声だけ配信になっちゃうけど、だってダメだもの24日以降だから。まあ一応その時も動画を撮るんで、まあよかったらその時も楽しみにしていただけたらなと思います。じゃあ今日は以上になりますね。ご視聴ありがとうございました。またよかったら次も来てくれ。じゃあ、以上です。さよなら。